いらっしゃい。安民文学館へようこそ。このチャンネルでは、青空文庫に入っている近代文学の作品の中から、短い小説や随筆を朗読し、打足のおしゃべりも少し加えて、皆様の安民をお手伝いしたいと存じます。今夜はこんな作品をご用意しました。どうぞごゆっくりお楽しみください。 夏の山を思う。吉田玄次郎。青いというよりは、紫根に近い色に包まれた山。それが夏の山の感じであり、夏の山の肌触りであろう。いくつかの山を越え、前山を越えて、かつ然と広げられた大空のもとに、四根の三霊を見出す刹那。山を愛する旅人の胸はうずき。 胸は踊る。ずっと昔のことである。島々から特号峠を越えて上高地に行ったことがある。島々から山道にかかる頃からひどい雨であったが、雨はいつになってもやまない。岩などめにたどり着いた頃は狭い谷を隔てたばかりの山の姿も、全く強い雨に包まれて見えなかった。 幾かかえもありそうなカツラの下に佇んで、前提の苦難を想像しては、多少安全たる気分になることもあった。案内の男に手伝ってもらって、雨を避けつつ、呪盤を着替えたが、特号峠についた檻は、新しい呪盤も絞るほどになっていた。しかし、特号峠の正面にあずさ川を隔てて、 前穂高の設計を見出した時の嬉しさは今でも忘れ得ない。山は暮れかかっていた。夕闇の中に妖然とあるかなしかに流れている設計の姿は一層尊いものに拝まれた。三点に達し得た一刹那の喜びのために、山を愛する人たちは幾日夜の堅牢を苦しむ。 上高地から槍に行く途中、あずさ川に沿って牧場を通り過ぎて槍見沢に立ち止まり、初めて三峡の彼方に槍の姿を見出した刹那、まぶたの裏が暖かくなってくるのを感じた。槍は紫紺色に包まれて雲の上にそそり立っていた。それは神の手によって作られた最高の装備と、 沈黙そのものであった。沢のあたりで小マ取がしきりに鳴いていた。冬から春にかけてのなだれに打ち倒された白樺の森林には、まだ生々しい山の恐怖が取り残されていた。岩名を釣る男に一度牧場の近くであった霧で、雪傷小屋にたどり着くまで一人の登山者にも会わなかったが、 沢から沢へと泣いている小ド鳥の声を聞きつつ歩いていると、山もまた孤独の世界ではなかった。山は愛すべき自然の仲間を、愛すべき聖なる伴侶を恵んでくれる。小ド鳥は賑やかな小娘を連想させるが、世を拗ねた男を思わせるものに、夏の山の格好がある。 物を思いつつたどりゆく山地に、お倉い山の奥から人を呼ぶような声で泣き渡る格好も夏の山に忘れがたきものである。夏の山のお花畑の魅惑は去ることながら、霧のように細かな谷川の飛沫を浴びてそそたる姿を見せているシャクナゲや、雨の山に煙るマタタビの花も懐かしいものである。 夏もやや秋近い風の肌触りを感じる頃になれば、七八千尺の高さに、三山七かもどのグレンの炎に燃える美しさを忘れることはできない。私の友人の登山家は、山に登る最大の喜びは、尾根の廃末の上に寝ることだと語っていた。消え残った石計の雪を噛みながら、 尾根の日光を浴び、根性の大空と直面して、ハイマツの上に行画する貝は、確かに夏山の嬉しさの一つであろう。夏の山を歩いて、その谷谷の美しい流れの水を汲むのも楽しみの一つである。私のリュックサックには、小さなアルミの水のみが一つ結びつけてあった。私は、 山に行くたんびに、そのアルミの水のみを携えていった。そしてそのたんびに、山の名を刻みつけておいたが、いつの間にか紛失してしまった。霧島、雲仙、阿蘇、春名、浅間、つばくろ、槍、富士、合山、と思い出す夏の山々の水も、また、一つの誘惑である。 夏の山は白い雲、雨、谷川の水を伴うことによって生きてくる。夏とはいえ山はすでに秋である。そこに咲く花、そこに歌う小鳥は多くは秋のものである。中んずく山にかかり、尾根を横切る雲はすでに秋の色と秋の心を込めている。雨もまた夏の山の小枠である。 雲に包まれた山に、やがてものすごい雨嵐が訪れるとき、山の恐怖が展開される。けれども、その嵐が通り過ぎていった後に残される山の美しさは、諸女的な肌であり、白金のごとき山ひだであり、研ぎ澄まされた早急である。山の嵐の狂う間、一切のものは沈黙する。 山の嵐が遠ざかった刹那、一切のものは蘇る。そして、真っ先に声をかけるのは、格好である。小間取りである。水柳は、夏の山の象徴である。山に登る人々にとって、河原に輝く水柳の裏場は、まず山の空気を感じさせる。山の希望を囁ささく。 山を下る人々にとって、河原に輝く水柳の裏場は、山への淡き哀愁を感じさせる。品野の赤品の駅近く、高瀬川の河原に佇んで、有明あたりの山を眺めつつ、水柳の影に山を思い、秋近き風の根に旅の心を痛ましめた日を懐かしく思う。 夏の山には糸立て、杉傘、息きえ、わらじ姿も懐かしい。富士や合算にはまだその姿が残されている。富士の登山は賑やかすぎるように思う。富士に限らずこの頃の山は一体に賑にやかすぎる。山は一人で静かに一歩一歩を味わいつつたどるべきであろう。 ガッサンに登る人たちは、その姿も奥の細道に記されたままの姿であり、山に登る人たちの信仰も昔さながらである。だから、山に登る人は多くても、決して山を怪すようなことはない。雲の間に、白円に身を固めた若い参拝者の群れの歌の声を聞くとき、 何とも言えぬ山の宗教的な感激に打たれる。山は尊く灰すべきものである。私は月の夜、ガス山の頂に泊まった。岩室の中は篠のを敷き、雨露をしのぐだけのことで、これも芭蕉王時代のままに思われた。よっぴて雨風が激しく、忽然として月が出て、 忽然として風は岩室を叩いた。その風の中に立ってガッサンの修験者は、ほら貝を吹いてくれた。貝の根は月に響き、嵐にこだました。歯黒の老産の木陰に、遠い昔を偲ばせるような修験者たちの行列を見たときは、 むつの果てに残された山への尊い民族的な信仰に触れたような感じがした。そしてさらにそのあくる日、雨の中を羽黒から合算に登る道のほとりの道に無言のままこもっている修験者たちを見たとき、山に入る人々の心の奥に潜んでいるものをつかみ得たような気もした。欧州人の山に対する考えと、 東洋人のそれとの間には根本的に異なるものがあるように思う。私たちは山とは呼ばなかった。私たちはお山と呼んできた。山と呼ぶ西洋の人たちとお山と呼ぶ私たちとの間には根本的に相入れない自然への観察や象形がある。欧州人にとって怪異の存在であり、 冒険と征服の対象であった山は、私たちにとっては、新鮮の住ミカであり、生漢、五乳の聖地であった。日本の山々を、欧州人の考え方をもって、怪我してはならぬ。山は尊ぶべく、廃すべきである。雲、白い雲、懐かしい夏の雲が、四根の峰にかかっている。 裾野の道は腐い切れして、わらじに積もる誇りに我が足もだるい頃、ふとあうぐ山の雲を見れば胸は踊る。裾野の道に昼顔の花も物浮く、真昼の太陽にあえぐとき、山にかかる白い夏の雲を見れば旅人の心はうずく。白い雲を覆うて山を登り、山を登る。 一つの谷を渡れば、白い雲はさらに遠く一つの谷を隔てて私たちを招く。白い雲を覆って一つの山を越えれば、白い雲はさらに遠く一つの山の彼方に私たちを待っている。夏の山の白い雲は永遠の夢である。魅惑である。山を愛する人々は永遠の夢を覆って夏の山に入る。 こんばんは。館長の万尻邸元本です。今回は吉田玄二郎という忘れられた作家の夏の山を思うという随筆を取り上げました。吉田玄二郎は1886年、明治19年に現在の佐賀県神崎市に生まれ、長崎の佐世保に育ちました。長崎のミッションスクールでキリスト教に入信。 佐賀工業学校を卒業して1906年、明治39年に早稲田大学に入学しました。卒業後はしばらくキリスト教関係の雑誌の編集に携わり、1915年、大正4年に29歳で早稲田大学で英文学の教員となりました。教育の傍ら小説や儀曲、童話などを発表していましたが、 1921年、大正10年に出版された小鳥の来る日という随筆集が大ベストセラーとなりました。左翼と右翼の思想的対立の中で、どちらにも属さずに、人生への思いを読みやすい文章で感傷的に語る彼の文章は大人気となり、一躍流行作家の仲間入りをします。1934年、 昭和9年に大学を辞めて専業作家となり、戦後の1956年、昭和31年に亡くなりました。ところで、玄次郎は、小鳥の来る日など自分の随筆集を感想集と呼びました。感想とは、随筆ではなくて感想思想ではなくて感想という意味で、 思想のように論理を重んずるのではなく、自己の実感と思いを重んじた文章を感想と呼ぶようです。実際、感想は出版界のブームとなって、随筆感想総書や感想商品総書といったシリーズものも出ています。源次郎自身の著作も全体の3分の1近くを感想集が占めることとなりました。 現在、感想文といえば子供しか書かない文章ですが、大正時代にはもう少し高尚な意味で使われる流行語だったのですね。夏の山を思うという作品は戦争中の1943年、昭和18年に出た感想集に収録されています。登山は大正時代から趣味として一気に広まり、各地に 登山客向けの山小屋が開業しています。特に上高地は大正池の出現もあって人気を博しました。ちなみにあっ川隆之介も槍ヶ岳に登り、上高地が小説カッパの舞台となったことで有名ですが、それはまだ明治時代のうち、大正池ができる前のことでした。 さて、源次郎は伝統的な信仰の場としての山と登山を趣味としての登山と区別して富士山が賑やかすぎると現代と同じことを述べています。また、菅傘にわらじで山に登った時代の源次郎のセンチメンタルな感想が今でも夏山登山の楽しみとして実感され端的に山に行きたくなります。 特にこの文章はひらがなと改行がやたらと多く、現在のライトエッセイのような軽快な文章になっています。忘れられた作家恐るべしと思います。私はこの作品のそういうところが気に入っていますが、皆さんはいかがでしたでしょうか。ご感想などコメントでお寄せいただければ幸いです。 拙い朗読で恐縮ですが、ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた。